はあ、はあ、胸くそ悪い。はあ、胸くそ悪いな。ソルスレイ・エンデの首都エンデ家の解体はその日のうちにハイサンド中に広まった。第10話後編、密告に対する褒美。これもしかしてウォルホート家が聖ハイサンド大峡谷の七聖人の一角に。そらねえか。さすがに女神教、潮の女神教の教徒でもない人が七聖人になるわけねえよな。ソルスレイエンデは女神のもとに帰ったか。あっけない。事故による死亡と広めておきましたわ。あ、この人あれ、この人誰？なんか舞踏大会の時もいたけど誰だ。嘘で隠せばいずれ己の首を絞めるだろうに。まあ今に始まったことではないが。あら、何か不満でも？イドウ様に告げ口しちゃおうかしら。好きにしろ。私がいなくなれば研究は頓挫する。この頭脳に変えはないぞ。分かっているわ、ライラ。そんなに目くじら立てないで。口の聞き方に気をつけろ。お前は井戸殿の駒に過ぎない。ごめんなさい、自分まで偉くなった気になっちゃって。研究頑張って完成させてね、あの方のために。姉妹なのかな。分かっているさ、私も駒に過ぎないとな。はあ、総和が、あ、アンナの総和が深掘りエピソードが出てきたわ。アンナ、長旅ご苦労さん。偵察も楽じゃねえな。別に、いつも通りの仕事だ。何か用か。いや、ただベネディクトのやつも気が気じゃないだろうなと思ってな。というと？ベネディクト様はどういうことだ。そりゃお前、娘のように思っているやつに危険な任務をさせてるんだ。親なら誰だって心配するだろう。違うか？そういうものか。これまで考えたことがなかった。ベネディクト様は私を信頼してくれている。私にとってはそれで十分だ。なるほどね。本当の親なら子供を心配するものなのか。気になるのか、両親のことが。お前の知ったことではない。覚えているぞ、物心ついたばかりのお前が突然仕事を手伝いたいと言い出して聞かなかったんだ。理由を聞いても答えなかったが、両親の手がかりを探すにはもってこいの仕事だ。だがベネディクト様は反対された。そりゃそうだ、素人ができる仕事じゃない。奴もまさかお前がアーチボルトの手習いを受けていたとは夢にも思わなかったろうかな。結果を出して認められたのだ。家庭はどうでもいいだろう。ベネディクト様、ご報告です。我が軍の偵察兵1名が敵に拘束されたとのこと。そう簡単に機密は漏らさないでしょうが、いつまで持ちこたえられるか。こんな時に限って手が足りん。軍業を開くと編成を見直す。
囚われていた偵察兵を助け出しました。怪我もなく無事です。なんだと、こんなに早く救出したというのか。あの、勝手なことをしたでしょうか。いや、よくやってくれた。アンナがいてくれて助かる。ありがとうございます。ベネディクトがもたもたしている間に連れ帰ってきちまうとは恐れ入ったよ。あの時のやつの顔は傑作だったな。で、肝心の両親は見つかりそうなのか。探すのを止めはしないが気になってな。引っかかる言い方だな。ひょっとして何か知っているのか。いや、これはお前の問題だからな。後悔のないようにするがいいさ。もう少しで手がかりが。そんなに見つからんもんかね。続きがあるのか。続きがあるかもしれないな、この感じだと。確かあの深掘りエピソードは出撃回数でって言ってたから、こんな後半になるまで出ないもんか。そうか、詰め所行こうっと。なんか新しい情報が買えるかもしれんな。どうも。あ、クロスアップ、あった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 。美少女盗賊、お、誰クラスアップしようか。フレデリカちゃんね、アンナちゃんね。二等勲章3つあるわ。二等勲章3つあるぞ。じゃあまずアンナ、なんやかんやアンナちゃんの活躍っぷり半端ないからな。こういうなんか盗賊というか、このスピード系キャラってどうしてもこう火力不足でなかなかこう活躍の場がっていうこと多いけど、そんなことないな。ベネディ、ベネディは今のままでいいか。何か覚えるか。連続でいくぞ。あ、違う、連続でいくぞ。レベル足りねえ。連続でいくぞ。まさか、あ、まさか、いや、まさかな。次のターンで指定したキャラクターをすぐ行動できるようにするとか、なんかそんなアホみたいなチート能力がつくとか、そういうありえるな。レベル15になったら考えとこう。ヒューエット、超集中、え、射程アップ。最初に行う通常攻撃の射程が2上昇。おーっと、超集中。おお、超集中ね。よかったね、全集中じゃなくてよかったね。やっぱヒューエットか。エラドールもいいっちゃいいんだけど、機動力がね、移動4なのがどうしても戦闘の中盤ぐらいからの活躍になっちゃうから、後回しでいい。やっぱヒューエットか。まずヒューエットだな。チャーラーン。お任せください。お、ヨラバウツ、あれ、あ、これはあれか、最上位クラスになったらってことか。
今10話でしょ。10話の時点で最上位クラスになれるアイテムが手に入らないってことは、あれかな、全部で20話ぐらいあるのかな、20、25話ぐらいまであるのかな。いや割と折り返し地点ぐらいまで来たかなと思ってたけど、そうでもなさそうだな。お、これは範囲攻撃か。範囲攻撃横5範囲、横5マス範囲、横、よし、クラスアップしよう。やっほー、かわいい。褒めてもらえますか。あ、褒めるよ、褒めるよ。よし、よし、こんな感じで行きましょう。じゃあ出るか。フレデリカちゃんも割と激動の人生生きてるからな。出記裏帳簿、実生産量13,000、紹介能力量12,900。そんな分かりやすい橋出す。収益100、予定生産量12,900、納入量12,700。ローゼルの死亡多く効率上がらず。誰だよ殺したの。知ってんだぞこっちは。いやいやいや、やってますね。作業時間を延長。おほほ、サービス残業がブラックすぎるな。予定量未達の厳罰を徹底、生産性向上に成功。いやーいやー、きついわー。ブラックってレベルじゃねえぞ。いや、きついわー。実生産量14,260、予定生産量が13,200で、予定通り生産しましたつって紹介に納入した残りの1060が収益になってるわ。ふー、悪いね、マジで悪いね。やつ、人を治す者たち、怪我や病を治療する者は3つに大別できる。ヴォルフォートの鷹、ウォルフォート鷹、グリンブルク家御三家筆頭として名高いウォルフォート家の祖先について詳しい記録は残されている。伝承によれば、とある旅の武人が一羽の鷹に導かれて王国北東の山岳地帯に流れ着き、この地に割拠していた小部族ファルクス・テリオルといった一族を配下に収めたことが始まりだという。この地の部族はウォルフォートの祖先を長として団結し、一家を成していった。その結果、三国の中間に位置する要衝にありながら、大国相手に独立を守り通し、数こそ多くはないものの、盛況で侮りがたい一族として、有名を馳せていった。難しい字を使わないでほしい。煙鉄大戦時はシモンが一族を率いて参戦して戦局に大きな影響を及ぼし、停戦においてもグリンブルク王レグナと共に主導的役割を果たした。終戦後、シモンはレグナ王と盟約を結び、王国を守る武家としてグリンブルクの傘下に入る。一族はウォルフォート、テリオール、ファルクスと3家に分家して王国の各地に封じられることとなった。進化となった現在もレグナ王はウォルフォート家を特別に重んじ、当主シモンに対しても戦友、同志として礼を尽くしている。ウォルフォートの紋章である鷹は、その誇り高さと精悍さの象徴であるとともに、ウォルフォートの地に祖先を導いた一番の高いの敬意を示している。王党派と御三家の成立。グリンブルク王家は王家のもと多くの貴族家が存在し、慣習と権利が絡み合う複雑な政治体制を有している。祭りごとは縦割りであり、王党派貴族と呼ばれる王家子飼いの貴族たちがそれぞれ専門分野を担当している。彼らがさまざまな権益を握っていることは言うまでもない。その様を民は以下のように風刺した。グリンブルクの長評長評定、回り回って今日も決まらず、決まる決め手はつけ届け。ベベン、
デグナ王は煙鉄大戦終期終戦を機に体制の改革を図る。まずシモンが率いるウォルフォート一族を三家に分け、王国の領地を守る諸侯とした。一族の長シモンを正式にウォルフォート領領主に任命。シモンと共に戦い抜いた俊英ランドルイ・ファルクスを南方の穀倉地帯の領主に抜擢。一族のご意見番であったゴルド・テリオールを北方の水源地帯に封じた。こうして現在の王国を支える御三家が成立した。レグナ王は実績と実力を備えた対抗勢力を立てることで王党派貴族らの勢力を抑え込もうとしたのである。一方で精鋭揃いのウォルフォート一族を分割し、その武力を削いで従える狙いもあったとされる。レグナ王の勢力は半ば成功し、御三家は王家に次ぐ信頼を獲得。王党派貴族の威勢は抑え込まれた。しかしウォルフォート家当主のシモンが権力争いを望まず武家に徹したこと、何より王国の気風として慣習と忖度を重視する傾向が強いことから、王国の祭り事は現在も王党派貴族主導で行われている。確かにあんまり興味なさそうな人ですもんね。私はレグナ王についていきます、レグナ王万歳みたいな人だったもんな。さて進めるか、いきます。さてセレノア殿、これからどうなさるおつもりか。そうなんだよね。それはここでロランの正体明かしとく。率直に申しましょう、教皇はウォルフォート家を支援したいと考えです。ありがてえ。ありがとうございます。ウォルフォート家はオゼリアの要衝を支配下に置き、その名を知らぬ者はいない名家だ。エスフロストの横暴でついえるには惜しい。何にが望むのならば七聖人の座につけてもよ。教皇はそうおっしゃっています。ウォルフォートの民が守られるのであればやぶさかではありません。では我々は手を取り合えそうですね。しかし教皇はあることについて憂慮されている。何でしょう。何でしょうか。ウォルフォート領にて暮らすローゼル族のことです。すっかり忘れてたわ、すっかり忘れてたわ。彼らは我らの聖域塩湖で暮らす罪人たちの末裔。塩湖で潮の女神に奉仕し罪を償うことがローゼルのあるべき姿なのです。彼らが正しい暮らしに戻ることを教皇は強く望んでおられます。つまりローゼル族を連れてこいと。答えは何時の中に。教皇の思いは確かにお伝えしましたよ。うわ、ピリピリする。これロランの時もやった流れだよな。ローゼル族の村の人々をハイサンドに差し出すのですか。要はそのウォルフォート家っていう一族を取るか誰かを犠牲に差し出すかっていう二択じゃん。それがフレデリカ様もご存知の通り、かの村は大戦停戦時にシモン様が保護を約束しました。しかし今のウォルフォート家のためには違約もやむを得ません。言うね、ベネディクトさんよ。本当にいいのか。当時のハイサンドとの仲裁には我が父も関わったはずだ。ウォルフォートの諸君、こたびは災難だったな。どうだ、守備よく進みそうか。ローゼル族の受け渡しは。それについてはこれから。しかし教皇も酷なことをおっしゃる。我らとローゼル族との経緯はご存知だろうに。
どうやら貴公らは勘違いをしているようだ。今のウォルフォートは鷹ではない。ソルスレーの死に群がるハゲタカに過ぎん。我らを愚弄する気か。こちらこそ七星人の座を軽く見られては困る。貴公らには本当に覚悟があるのか。覚悟？ウォルフォートは翼をもがれてなおも飛ぼうと欲しているのだろう。ならば自らの血を流し、あらゆる屍を踏み越えてみせる。その痛みを受ける覚悟がないのなら、今すぐ地に這いつくばり旗を下ろすがいい。言うわ言うわ。血を流す覚悟か。はい、このまま続きやりますわ。ウォルフォート領内にあるローゼル族の村、その歴史はかつてハイサンドの援護を脱走した一部のローゼルを先代当主シモンが保護したことに始まる。それから30年、すべてのローゼルは援護で暮らすべきと考えるハイサンドの教皇は、塩の裏取引事件を機に彼らの引き渡しをセレノアに要求する。ローゼルを差し出せば教皇の庇護が得られる。ウォルフォート家を守るためには受け入れるしかなかった。そしてハイサンドの国内ではエンデ家の取り潰しにより空いた七星人の座をウォルフォート家が引き継ぐという噂がまことしやかに流れ始めていた。第11話前編、火の元で行われる虐げ。いやー、どうします？翌日、セレノア様、やはり我が領のローゼル族は引き渡すべきです。だが彼らはそもそもこのハイサンドから逃げてきたのだ。戻れと言っても納得はしないだろう。しかし七星人への推挙がなればオルホート家は安泰です。場合によっては強制的にでも。エグスアム殿の言葉を借りるならば覚悟が必要かと。分かっている。少し考える時間をくれ。フレデリカの姿が見えないが。それがロラン王子とエンコに向かわれました。ローゼル族が暮らしている場所をどうしても見たいと。ハイサンドでは全てのローゼルはエンコに住むことを強制されているのだったな。セレノワ様、今回のことでフレデリカも悩んでいます。どうか。よくわかっている。私もすぐに縁故へ向かおう。なんとかならんかね。例えばソルスレイエンデが任されていた塩の管理や縁故のその労働体制みたいなものを一手に引き受けたりはできないかね。それは難しいよな。踊り子は男に近づき甘くささやく。うわー、ちょっと気になるね。どっちだろうな。タラースかパトリアートのどっちかだと思うんだけどな。あ、これシルビオ・テリオールさんね。あれ、誰だ。あなたに機会を与えるようにと言われてきました。機会？落ちぶれた私に一体誰が。移動司祭のご意思です。聞いていただけますか。七星人の貴様、ハイサンドの者か。ウォルフォート家に縁深いあなたに
ぜひ手伝ってほしいことが。いや不穏不穏あそこで殺しておけばよかったわ。タラース、根回しご苦労だった。何、最小として当然のことさ。グリンブルクの重鎮どもには言い聞かせたよ。僕たちの言う通りに動くようにね。準備は整った。いよいよだ。お兄様、私にも何かお役に立てることはなくて。あれば私から指示を出す。タラース、紹介の方はどうか。奴らも文句は言えないはずだよ。相応の支払いは約束してある。ではここからは我慢比べだ。ハイサンドの諸君はいつまで息を止めていられるかな。何すんだろう。ハイサンドに対する牽制？今エスフロストができることってなんだ。それこそノゼリア商会は塩と鉄の流通を一手に引き受けてるわけだから、鉄を下ろすなってことになるのかな。その状態で鉄というか、鉄とか武器とかそういうのだよね。その状態でエスフロストがハイサンドに攻め入った場合、武力で一気に押し入られる。攻め込んでくるか。その盾としてウォルホート使われちゃう？いやほっと、そんな役回りばっかりさせられるな。お願いします。女神教の聖域を一目見たいだけなのです。ですから部外者を軽々しく縁故に入れるわけにはいきません。ましてやあなたはローゼル族、我々の教義はご存知のはず。フレデリカ。セレナ、ごめんなさい、勝手な行動をしてしまって。いえ、気持ちはわかります。私もハイサンドに住むローゼルのことを知りたい。知らない方が悩まなくて済むかもしれない。だが私は。セレナ、もしやあなたはウォルフォート家の。そう、セレナはウォルフォート公だ。近い将来エンデ家の後を引き継ぎ、この方が塩を司ることになる。今日はそのための下見というわけだ。噂は本当だったのですね。あらさて、新たな七星人でも縁故には入れないのかな。まさか。どうぞお通りください。あらあら。誰かいる？司祭、移動司祭か。ローゼルども、礼拝の時間だ。今日は七星人の移動司祭が説法をしてくださる。ありがたく成長し、おの神に宿る罪を懺悔するがいい。
ローゼル族よ、なぜゆえ何時らは縁故に囲われ苦しい労働に従事せねばならぬのか。それは何時らの祖先が許されざる罪人であったからだ。太古何時らローゼル族は女神がノゼリアの民に与えたもうた加護塩を独占しようと図った。力ずくで縁故を占領し、他の民が必死で手に入れたわずかな塩すら奪い取った。そして独占した塩を盾に人々を脅し、全てを支配しようと企んだのである。あーあーなるほどなるほど、あーそっか。その結果ノゼリアは長い戦乱の時代を迎え、あまたの尊い命が失われることとなった。なんと恥知らずで傲慢な一族であろう。呪われた魂は今も何時らの体に宿っている。それゆえローゼル族の髪は犠牲者が流した血と同じ色をしているのである。はい、我らローゼルは女神に逆らいノゼリアにあだなした忌むべき一族です。潮の女神様、どうか私たちの滞在をお許しください。だが絶望するなかれ、潮の女神の慈悲は限りなく広く深い。何時ら業深きローゼル族にさえ食材の機会を与えてくださる。それが縁故での奉仕なのである。この地に何時らの汗と命を捧げ尽くすことで呪われた魂は浄化され、女神のもとへ召されるであろう。そして罪を許され、再びノゼリアに清らかな体を得て生まれ変わることができるのだ。ローゼル族よ、縁故に命を捧げよ。そして偉大なる潮の女神に感謝の祈りを。潮の女神様、この罪深き命を縁故に捧げます。食材の機会を与えていただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでよい。女神への感謝を込めて労働に励みなさい。これは、これが食材。ローゼルにとって当然の罰だというのですか。祖先の罪が事実だとしてもひどすぎます。潮の独占は今ハイサンドがやっていることです。それは罪ではないのですか。言ってしもうた。フレデリカ、そこまでだ。それ以上は言っちゃならん。確かに。しかしこれが潮の女神教の教義なのでしょう。それが宗教なんだよ。はあ、はあ、胸くそ悪いはあ、胸くそ悪いな。正教一体とは言ったものの、まあこうやってこう、なんだろう、宗教として生活に根付かせることで人々に疑問を持たせないっていうことよね。いやー、やることがえげつないです。七聖人の座に入ることができればここの管理者に収まるというわけか。そうなんよね、そうなんよね。それもなんかやぶさかではないというか、それもそれでありっちゃありな気はするんよね。
どっすか。いや、わかるわ。人が人に行っていい所業じゃない。そもそも人を人として見てないからそうなるんだろうけど、情がなさすぎる。食材のためという名目で子供から老人まで劣悪な環境で重労働を強いられている。その上、力尽きて倒れても手当てすらされないなんて、罪人以下の扱いではありませんか。ハイサンドのローゼル族に対する扱いはこれほど過酷なものだったのですね。女神の下での平等と平和を説くハイサンドが一方ではこんなひどい差別を認めている。女神教の教えとハイサンドという国には決定的な矛盾があると思います。私も同感です。しかし、女神の教えによって治められたハイサンドが強大な国であることもまた事実。そう、人々の考えが一つにまとまっているというのはもうとてもすごく驚異的なことなんですよ。ローゼル族の名簿、そんなものが。こっちか。これではない。手記の方か。あった。おお、番号だ。あ、番号だ。全部番号だ。あー、10日連続で予定作業未達、体調不良、発熱続く、配給停止。配給停止死じゃん。代わりに9歳男子を現場に編入、予定作業未達、警告のむち打ち3回。ほほ、くつら。9歳を現場に編入して初日でむち打ち3回ってつら。ローゼル族などという汚らわしい一族はこの縁故で罪を償い続けて死ぬよう定められているのです。我々のような清廉な信徒とは生まれながらにして違うのですよ。みんなで協力して塩を作るべきでは。これは違う。どれもよ。ああ、はいはいはい。ちょっと立てついとくか。あなたが精錬？ふ、経験な信徒なら一目でわかることですが、仕方ない。ご説明しましょう。あ、説明始め。移動主催から直々に縁故の守りを任されていることこそ、我が精錬さの証。ご覧の通り、支給されている武器も鎧も、ローゼルどもの血で汚すにはもったいない一級品です。悪いが、私には必死に働くローゼル族の汗と塩まみれの顔の方がよほど清らかに見える。あ、盾ついちゃう。あ、どうも。あ、こんな状況でも塩を運ぼうとするなんて、この国ではこんなことが許されているのか。ずっとこうやって働いてきたんだ。もう慣れてしまって。昔はここを出ようとあがいた仲間もいたが、今はもうそんな気を起こす者は一人もいないよ。つれえつれえは、もう洗脳されきっている。こんなところでしょうかね。ぐるっと。あ、お金が落ちてた。これ調べられないのかな。女神像、潮の女神、あなたは一体何を思っているのですか。さあ行きましょう。詰所に戻ろう。
想像以上に劣悪な場所だ。あの縁故にウォルフォート領のローゼルたちを連れてくる。そして彼らと同じ暮らしを強いるのか。それは人の道を外れる行為だと思います。いくら自分たちを守るためとはいえ。ああ、到底許されるものではない。正しさは時と場合で変わることもある。だが人道を守ることは間違いなく正義だ。違うかセレノは。私も二人と同じ思いです。しかしすまん、お前だけを責めるつもりはない。ただ俺たちは落ちてゆくばかりだ。ハイサンドから難題を課せられたセレノアたちは重い足取りでウォルフォート領へと帰還した。一方、コーデリア女王のもと再出発を果たしたグリンブルク王国も新たな動きを起こす。エスフロスト公国と連名で聖ハイサンド大教国とのあらゆる通商を停止し、やっぱそうなるよな、国交を断絶すると宣言したのである。逆にそうなると死をどうするんだろうなってなる。まあさっき我慢比べて言ってたからな。エスフロストとグリンブルクが連名でハイサンドとの断交を宣言しただと。はい、たった今情報が入りました。噂ではなく公式な発表です。どういうことだ。もちろんグスタドルフがコーデリアに強制したのだろうが、そんなことをすればハイサンドは商会に卸している塩の出荷を停止するはずだ。エスフロストもグリンブルクも行き詰まるだけなのに。でもそれはハイサンドも同じだよな。塩を下ろすことができなくなればお金が入ってこなくなる。まあでもそれだけハイサンドだけでやりくりはできるのか。できればいいんだが。兄、グスタドルフは勝てない戦はしない人です。きっと何か策があるのでしょう。ノゼリア全体に何かが起こる、そんな予感がする。ノゼリア商会は機能しなくなるんだな。それぞれの国が動き出している。我々も足場を固めなければなりません。ローゼル族の村と民を切り捨ててか。ウォルフォートの土地と民を守るためです。誰もあなたを責めません。セレノア様、ご決断を。俺は縁故の中を実際に見た。ローゼルたちは過酷な強制労働に苦しめられていた。あれは人のやることではない。しかし教皇の意志を踏みにじれば、我らはエンデ家と同じ末路をたどるしかない。そうなれば結局ローゼル族の村も失われてしまうのではありませんか。ではウォルフォートのためにローゼルを切り捨てるのが正しいと。正しいとは申しません。しかし決断が必要なのです。おのおの覚悟をなされたはず。他ならぬ我らが生きねばなりません。ハイサンドの庇護があればそれは叶う。他に方法がありますか。セレノア、私はローゼルの血を引く者だからではなく、人としてウォルフォートの一員としてローゼル族を差し出すことには賛同できません。皆の意見はもっともだ。だが我々は決断を迫られている。今一度信念の天秤を持って皆に問おう。
グリンブルク王国を取り戻すためにはハイサンドの強行の指図がどうしても必要だ。だがそのために彼らをあの円弧へ送るのは、町には出れないか。町には出れない。この辺は駆け引きだよな。ローゼル族の民を円弧に送り込んで労働力をまあ増強する代わりに、その辺の管理はちょっとこっちにさえ任せてくれよと言うしかないよな。多分それしかないんだよな。ハイサンドとの関係が悪化したとしても領内のローゼル族を守る。これもさっきアンナが言ったように、もう本当にじりじりと衰退していくしかない。だってエスフロスト側に庇護を求めるのも多分無理だと思うし、エスフロスト、ハイサンド両方からもう攻められて第一の戦場になるのがもう火を見るより明らかだから、かといってそんなにことがうまく運ぶ確証なんてないから、どうすべきか話を聞きに行こうな。オルゴートに逃げ延びてきた者たちをあの境遇に戻すなど俺には考えられん。一応説得してみるか。俺は何としても他の道を探りたい。お前は違うのか。強行に逆らったエンデケは取り潰されました。当主として同じ道をたどるわけにはいきません。断交宣言で公国は本格的に対立姿勢を見せてきました。今の我らにはハイサンドの協力が必要です。あの七星人エンデケが瞬く間に亡き者となった。お前が慎重になる気持ちは分かる。だが保身のために非道行けというのか。俺は地位と素顔を捨てた、心まで捨てた覚えはない。すまん、なんかすまん。お前が苦渋の決断をしていることは分かっている。責めるつもりはないのだ。響かなかった。私は円弧にいるローゼル族がどんな境遇にあるか私は知りました。もう考えるまでもないことです。ウォルフォート領のローゼル族を見捨てハイサンドに差し出すなんて決してできません。セレノア、あなたはなぜ反対するのですか。これだ。そのおとなしく従って強行の信用を得ることが先決だとおっしゃるのですね。しかしハイサンドにおいて女神の教えは絶対です。改めることなどできるのでしょうか。たとえできたとしてもとても時間がかかるはず。それまでローゼル族に苦役を強いることになります。セレノア、もう一つ聞かせてください。でしたら教授の意を示しハイサンドの信用を得たとして私たちは一体何を手に入れるのでしょうか。セレノアが円弧の管理者に、信徒でない者がそこまでの権限を与えられるでしょうか。実際そのような噂が出回っています。もちろん今すぐには無理でしょう。しかし教皇や七聖人たちから少しずつ信頼を得ていけば可能性はあるはずです。確かに管理者になればローゼル族の扱いを変えられる。そのためにも今は恭順すべきとおっしゃるのですね。考えさせてください。正直選ぶことが怖いです。でも決めなくてはならないのですね。ヒューエット、ローゼル族もウォルフォードの領民です。しかし強行に逆らえばエンデケと同じ道をたどります。
どうするべきなのでしょうか。セレナードはなぜローゼル族を差し出すべきだとお考えなのですか。同感です。ハイサンドの全面的な支援がなければ王都の広告軍を打ち破ることは難しいでしょう。いずれ兵を挙げるときに備えて我々は強硬の信頼を勝ち取る必要があります。ですがウォルフォートのローゼル族も王国に住むため国のために民を犠牲にすることになりますが、やはり今はおとなしく従っているべきなのでしょうか。いやーこれ難しいよ。全部平和にハッピーとはいかないな。ローゼル村の住民も我が領民に違いありません。ハイサンドに差し出すなど考えられません。それはそうなんだけどさ。確かに我々が要求を断った場合のことを教皇が想定していないとは思えません。従わなければ奪い取ればいい。本来ハイサンドにはそれだけの力がある。問題は父が交わした不可侵の条約だ。教皇はこの件を約束を覆す好機と見ているのだろう。迂闊に拒否すればウォルフォートを攻める口実を与えてしまう。すでに先手は打たれているわけですな。全く腹立たしい状況だ。ならばもう一度お聞きします。どうあってもローゼル族を差し出すべきだと。王国を取り戻すために小さな犠牲には目をつぶらねばならないとお考えか。今は決断の時。言い訳をするつもりはない。未来のために何としてもローゼル族を説得したい。わかりました。若がそこまで覚悟をされているならもう何も申しません。腹は決めました。ウォルフォート家の取るべき道は一つです。はあ、いけるかな。これいけない可能性があるな。3人は差し出すって方面に行ってるから1人でもこっちに来てくれれば。投票を始め、我が領で暮らすローゼル族をハイサンドに差し出すか否か、それぞれの信念を天秤に預けてくれ。すまない。まあいいよ、それは仕方ない。それは君の考えだから謝ることじゃない。ごめんなさい。問題はヒューエットの方なんだよね。どっちにつく。これは譲れません。はあ、ダメでしたな。同意しかねます。わかった。みんながそういう気持ちなら仕方ない。信念の天秤よ、我らの選んだ道を示せ。ガチョーン。道なき道ぞ。それは道は定められた。ハイサンドとの関係が悪化したとしても我らは領民であるローゼル族を守る。こうなるのではないかとうすうす感じていた。はい、私もです。決まった以上この道を貫き通そう。我らは教皇の意志に背く。ハイサンドにローゼル族は渡さない。これ本当にどうなるだろうな。どうすべきかっていうのが全くわからなくなっちゃったな。よし、じゃあ
次回ですね。それではまた次回、バイバイ。